ジョンウーは、大韓民国金保出身の歌手。男性アイドルグループ NCT のメンバー。SM エンターテインメント所属。本名は、キム・ジョンウ。2018年1月、NCT に加入。2018年2月、NCTU でデビュー。2018年9月、NCT127 に加入。身長は180センチメートル。血液型は AB 型。 1998年2月19日、韓国系気道群浦市山本堂で生まれる。金峰市で育つ。小学生の時に偶然を音楽番組を見て、ダンスに興味を持ち、出演している歌手たちを超えるような人になりたいと思った。中学生の時に映画、ステップアップで登場人物たちのダンスをする姿を見て、興味を持ち、ダンスの教室に通うようになった。 レッスンを受けていくうちにいろいろな音楽に触れることで音楽や歌うことに興味を持つようになり歌とダンスが自然と両方とも好きになったというレッスンをしながら歌手になりたいと考えオーディションを受けた2014年6月20日練習生として SM エンターテインメントに入社ダンス部門でオーディションに合格した土曜公開オーディション出身である 2017年4月18日、SM ルーキーズのメンバーに公開された。スーパージュニアのイエソンの楽曲、ペーパーアンブレラのミュージックビデオに出演。2018年1月31日、NCT に加入。NCT2018 イヤーブックで正式加入が発表された。2月19日、デビューユニット NCTU のボスのミュージックビデオが公開。 2月22日、M カウントダウンでボスを披露し、正式デビュー。3月14日、NCT として初めて参加したアルバム NCT2018 エンパシーが発売された。2018年9月17日、NCT127 に加入することが発表され、18日には NCT の公式サイトから加入についての常務、直筆の手紙が公開された。 10月12日、新たに参加したユニット NCT127 のファーストフルアルバム NCT127 レギュラーイレギュラーが発売された。2019年4月 NCT127 の日本ファーストフルアルバムアウェイ e n が発売され、日本デビュー。8月、健康上の理由で活動を休止。2020年1月、活動を再開した。7月4日、 MBC サイエンターテインメントに出演し、トロットの名曲である、ライサオジノを歌った。12月24日、土ンロンジューン、チョンロと歌った、DER の12-24のカバーを公開。2021年8月14日より、ショー、K-POP の中心の MC を務めている。8月14日、MC 就任式で、孫史行の、の、 ソロステージとクールのスペシャルステージをキム・ミンジとリノと共に披露したウオザ。3歳年上の姉がいる。足のサイズは27センチ。子供の頃の夢はサッカー選手、アクション俳優、料理人。よくなく性格である。デビュー曲ボスの初放送ではカメラリハーサルで緊張して泣いた。デビュー舞台を終えた際にも嬉しさと惜しさで泣いたという。 n c t 1 2 7が音楽番組で地上波初1位を獲得した日の V ライブで涙を見せた。この時のことについて僕がグループに入って正直言うと申し訳なさを感じていた。兄さんたちに助けてもらってそう感じたこともあったし、また1位になったことがとても嬉しくてぐっときたと思うと語った。緊張しがちな性格である。緊張を解くために、 シン,シンマ丸を飲むことがある。デビューをしてからしばらくは自身の緊張しがちな性格にどうしたら自信を持てるんだろうと考え悩んでいたが自分はリラックスしてるんだと思うようにすると楽になったという自分ならできる。と言い聞かせる努力をして自信を持てるようにマインドコントロールしている。時々自信を失いそうになっても克服できるようにずっと努力をし続け今では 自然と自信が持てるようになった気がしている。活動で大切にしていることは自信を持つこと。自信があればどんなことをやってもうまくできると思うからとした。ザウの名は自信を持って一生懸命にやろう。歌手になってからは辛いと思ったこともたくさんあったが、その度に自分自身を振り返り、どうして自分はこの道を選んだのか、と思い出すようにしていた。 寂しがり屋な性格で人を誘って一緒に何かをすることが多い。愛嬌が多い性格である。2020年3月25日放送 MBC エブリー1週刊アイドルでは愛嬌ソングのおっとけソングを披露し名句拠点と称賛された。NCT のムードメーカーを担当しており、やろうと思えばメンバー全員を笑わせることができる。自身の性格を 四次元と表現することがある。自身の性格を一言で表すと、わからない。ジョンウの性格についてジェヒョンは自我不写と表した。マークは、ジョンウについて様々な一面があり、知っていくほど見ることができる虹のような性格と表した。また、清順でおとなしい性格であるが意外としっかりしている部分もあり、ファンの前ではシャイな性格だが、 積極的で活発な面もあるとした。スムジントというあだ名がある。人生で初めて飛行機に乗ったのは、ボスのミュージックビデオを撮影するために、ウクライナに行った時でメンバーに飛行機は靴を脱いで乗るものだと言われたので、実際に脱いだ。趣味は映画鑑賞、家で寝ること、音楽を聴くこと、ビデオを見ること。特技はモノマネ、インスタントラーメンを作ること。 好きな食べ物は寿司で特に大トロ、フェレロロシェ、カップ麺、ガーナチョコバー、ビッグパイ。得意料理は、キムチとハムを加えた、キムチチャーハン。ストレス解消のためにすることは、宿舎で休息し、辛いものを食べるか、寝ること。食事の回数は1日に5食。マークによると、昼食を食べている時に、夕食に何を食べるかを考えていることがあったという。運動に自信がある。 好きなスポーツはサッカーとバスケットボール。小学生の時はサッカー部に所属していた。一番好きなサッカー選手はネイマール。10代で一番の思い出は友達とサッカーをしたこと。普段からサッカーに関するスポーツニュースを見たり、最近の話題について調べている。2メートル30センチの高さの飛び箱を飛ぶことができ、ネット。 NCT ワールド2.0の体育大会では大会 MVP を獲得した。好きなアーティストはワンダイレクション、ジャスティン・ビーバーでジャスティン・ビーバーのオールイン・イットがお気に入りの曲である。ロールモデルはボア。好きな言葉は青春。綺麗で透き通った人になりたいとした。一番好きな動物は馬。クリスマスに見る映画はホームアローンとハリー・ポッターシリーズ。 小学校3年生までサンタクロースを信じていた。冬はみかんを食べながら映画を見る。整理整頓が得意。宿舎に帰るとまず片付けをして、帰ってすぐに服を畳たたむ。人生で最も奇跡的な瞬間は NCT に参加した時で夢のように感じられたという。所属ユニット NCT127 についてはお互いを輝かせることができる存在で。 不足した部分を補い、大変な時には助ける。そのような存在とし、このようにして、チームで出会えたことが、運命のようだとした。また、メンバーは家族であり、チームだとした。SM ルーキーズとして公式ツイッターで紹介された、際には、春の少年というハッシュタグが付けられた。ニックネームには、ゼウス、ポッカリセイジ,ュンジョンウ、金ュン、ジョンウース、キヨミジョンウ、 発色鳥ジョンウなどがある。学生時代のあだ名はジョンパル。2018年10月16日放送 JTBC アイドルルームでは新目星順庸星と自己紹介した。2018年に NCT に加入したジョンウ、君、ルーカスの3人はラッキー3ーピープルと呼ばれる。DTV で放送された NCT127 の冠無番組 NCT127 教えて、ジャパンにて披露されたダジャレを使った自己紹介は、転んでも大丈夫。覚えた日本語には、めっちゃうまいねんけど、食うてみるめっちゃ綺麗ねんけど、どうするご覧のスポンサーの提供でお送りしますなどがある。アニメ、ナルトの世界に痛みを、カミラテン進むも好きな日本語の一つである。NCT の日本人メンバーの言うたから、 日本語を教わることが多い。ヨークシャテリアを飼っている。名前はゴフク。何か一つ無人島に持っていけるならボート。2018年10月31日、SM エンターテインメントのハロウィンパーティーで映画、タイタニックのヒロイン、ローズのコスプレを披露した。2019年8月、アプリケーション、アイドルチャンプの飲料水、モデル線コードミネラルウォーター部門で3位。 2020年2月19日、ネット TMI ニュースの女より美しい男性アイドル部門で5位。また、同年11月19日、アプリケーションスタープレイのコートが似合う男性アイドル部門で1位。2018年1月より NCT に加入。NCT127 としての作品は NCTNCT127 を参照。ファーストフルアルバム NCT127 レギュラーイレギュラーに収録されているインタリュードレギュラー2イレギュラーの曲中で語られた。ありがとうございます。